こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日はこちらのレンマのマリスコという大人気なコンパクト財布のちょっと心配事だったり疑問点について回答していきたいと思います。はい、お願いします。はい、今まで撮らせてもらった動画にいただいたコメントをちょっと読み返しまして、皆様の心配事をピックアップしてみました。すでにそのレンマのマリスコを使っているっていうユーザーの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ちょっとどうしても私たちのその説明ではなかなか伝わらないことがあるかなと思うので、ぜひ皆様も自分はこういう意見があるよとか、こういう使い方をすれば全然大丈夫だよっていうのをコメントで教えていただけると嬉しいです。ではちょっとサクサクいっていきましょう。はい。はい、ウェーブローレザーの場合は大体1ヶ月から2ヶ月ほどのペースで再入荷しております。お、ただその革の在庫状況によってはちょっとそれ以上かかる場合もございます。うんうん。でお待ちいただく方は当店のオンラインショップの入荷通知メールに登録いただいて再入荷をお待ちください。はい、お願いします。はい、今回ご紹介しているこのプエブロシリーズっていうシリーズに関しては何もしなくて大丈夫です。お、はい、皮自体に油分がしっかり含んでおりますので、オイルやクリームを最初に入れてしまうとシミになってしまう可能性が高いので、うん、何もせずにもう皮の力を使ってツヤを出していってください。もう手で触るだけで十分です。カードが今3枚と後ろに6枚入れます。9枚ですね。9枚。おー。で、レシートちょっと1枚入ってます。はい。で、これには入ってる電子ローヤーと15枚です。はい、はい、小銭15枚入ってます。うん。これの厚みを計測します。はい、お願いします。だいたいちょっとふっくら厚みがあるので、だいたい、うん、今 2.7 センチ。うん、はい、なるほど。3センチはいかないですね。いかないですね。はい、小銭は落ちないです。おお、結構ちゃんと真下向けても落ちないですね。そうですね、うんうんうん、これもここのパーツはしっかりこっち向きに補正されてますし、はい、固めの芯材を入れているので、うんうん、落ちる心配はありません。おお、安心感ありますね。はい、うん、私が実際使ってた時はこうお札があったらここから親指差し込んで、うん、はい、上にシュッてやるんです。あ、もう全部カバー出しじゃん。そうです、うんうん。で、こういうふうにお札を数えられるので、うんうん、こっちの蓋はこうやって開けないんですよ、一回一回。あ、なるほど。はい、しっかり止まってくれてるので、うんうん、お札触るときに小銭が落ちるっていうことはないです。なるほど。結構小銭ポケットの心配事が多いんですけど、うん、はい、私はこの小銭入れに留め具がないからこそ小銭へのアクセスがすごいしやすいなっていうのを感じてて、うん、チャックだったりボタンだったりがなくて、こうお札触った流れで小銭も確認できるっていうこの動きがすごく、うん、スマートだなっていう風に実際使って感じました。最初はちょっと硬いかもしれないんですけど、うん、これもカード外すとカードが入っていたこの型がついてるぐらいふっくらしてるので、ここは馴染んでくると取り出しづらさはなくなってきますね。カードポケットの裏に金具の出っ張りがあるかなと思ってたんですが、うんうん、そういうところって引っかかったりってした経験ありますか？そうですね、はい、ここは引っかからないですね。うん、はい、綿素材を後ろのパーツに、使っているので、はいはい、ボタンの金具の引っかかりはないです。あ、なるほど、はい、裏地もしっかり貼ってあるからこうスムーズにスッと入れられるということですね。はい、大丈夫です。カードの出入り口がお財布の中心に向かっているので、はい、落ちることはありません。なるほど。さっきおっしゃってたようにカードを何枚か入れてたことで皮が伸びて型はついているけれども
口が内側に向くから落ちてくることないっていうことですね。はい。で、皆さんやっぱ心配だと思うので、はい、ちょっと実際に改札を撮っている映像を差し込みます。おお。はい、こんな感じで大丈夫です。交通系 IC 用のポケットっていうのはあまりリスコに別にないかなと思ってたんですが、実際どちらに入れてましたか？一番後ろですね。もうざっくりとこう複数枚まとめてカードを収納できるんですけど、はい、その後ろに入れてます。なるほど。はい。レシートは私の場合は、こっちに保管してました。このお札のポケットの内側ですね。なるほど。札の手前に入れてました。ただ、別のスタッフに聞くとこっち側に入れてるっていう方もいました。はい、どっちでもいいんですけど、まあレシートを入れるポケットっていうのは備わっていないので、もう一旦保管するようにサクッと入れておいて、レシートのポケットがないからこそ中が整理されるのかなというふうに私は考えています。出そうっていう気になりますもんね。そうですね。細かく出そうっていう気になるもん、で、お札の順番とかも、今こう千円札しかないのであれですけど、レシート1万円札、千円札がこう外側に行くようにすれば、外側の千円札からこう使っていけばいいので、そういう風に順番も気をつけていただけたらいいのかなと思います。使用頻度が高いものを外に出しておくっていう感じですね。はい。はい。はい。ということで、今回はレンマのマリスコの心配事や疑問点にお答えしてみました。はい。その他気になることがあれば、ぜひコメントをお待ちしております。こちらの商品の商品ページの URL は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらでもチェックしてみてください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。